どうもどうもお疲れ様です。エステちゃんです。今日はですね、ネットフリックスオリジナルドラマた話をしていきたいと思います。で、ですね、作品が葬儀屋の女というオーストリアのドラマなんですけど、全6話です。で、あらすじが、ブラムは有名なスキーリゾートの葬儀場を営んでおり、夫と2人の子供と共に幸せな生活を送っていました。そんなある日、最愛の夫が事故死してしまいます。すぐにブラムは夫が恐ろしい秘密を暴こうとしていたため殺害されたことに気づき、復讐を誓います。すぐさま捕食者として復讐の道を歩み始めたブラムでしたが、次第にブラムは捕食者から被食者となりつつあるのでした。ということで、この旦那さんはなんで亡くなってしまったかというと、ひき逃げ事故に遭ってしまうんですね。で、そのひき逃げた車もそのまま、逃げ去ってしまって、誰が犯人かよくわからないと。で、旦那さんの仕事は警察官というか、をやっていて、何かこう事件を暴こうとしてたっていう話なんですけれども、でもバンバンネタバレしていくんですけど、こう最初はですね、失った奥さんブラムがこうコツコツね、犯人を暴いていって、なんかこう、まあ懲らしめる、まあ多分違法なやり方で懲らしめるんだろうなとは思ったんですけど、ガンガン殺していくんですよ。で、最終的にこれ何が事件のこの全貌だったかっていうと、その旦那さんが暴こうとしてたのは、その移民としてやってきた、オーストリアかな、やってきた少女たちをなんかこう誘拐というか、まあ監禁とかして、なんかこう拷問をしたりして、で殺すと。で、それをなんかビデオに撮ってたりするっていう、そういう人たちが、まあ4人ぐらいいたのかな、4人5人いるのかな、4、5人いて、そういうグループが。で、その人たちを1人ずつ探し当ててっていう話なんですけど、結果全員殺すんですね。で、最初はなんか、まあ自己的になんか、まあちょっとその拉致して、そのなんか少女たちの事件、あるいは夫のね、ひき逃げ事故に関わってると思う男を1人ですね、見つけてこう拉致してるんですけど、誤ってこう殺してしまうんですよ、死んでしまうというか、まあ、そっからもう止まらないというかね、なんかもう躊躇なくいってるというか、まあ、もちろんブラム、主人公の女性自身も危険な目に遭うんですけど、もう皆さんね、大男なんで、ああいう北のね、寒い地域の人なんで、もうめっちゃ大きい男の人ばっかりなんですけど、で殺されかけて、まあ正当防衛的に殺していくんですけど、でもまあ結果的に殺してただろうなみたいな話で、で最初はなんか真面目な話っていうか、前編通して真面目なトーンなんですけど、途中からおや、これはちょっと思ってたのと違うなって思ったのは、この葬儀屋のね、女性、葬儀場を営んでるんですけど、その何ですか、その死者のこう綺麗にする死に化粧っていうんですか、そういうの口パカーってあったら閉じたりとかさせて、まあ、棺に入れた状態のこう何体か置いてあるみたいな、で葬儀の時に運び出すみたいなことなんですけど、じゃあここからなんかもう危ない目に遭いそうだと、その犯人と思われる男たちと対峙する時にですね、ってなって、そのなんかスタンガンとか、あとなんかこうビパーンって打つと、この糸っていうか針金が伸びて、その電気がつくやつ、なんていうんですかね、ビビビビってなる、まあ、スタンガンが伸び、遠くからでもできるスタンガンみたいなやつとかを痛い相手にやりだすんですね。で、遺体がブルッとかって動いたりするのを見たりとかした時に、あ、これはちょっとこの振り切ってるなと。まあ、その前からですね、そもそもこう死に化粧というか、遺体のこの処理っていうんですかね、綺麗に
するときに遺体が喋り出して、まあ、そあくまでもその主人公の女性の心象風景としてあるんですけど、死者と喋り出して、なんかこう死者も喋り出してみたいな、だちょっとファンタジックなあの要素あるんですけど、それにしてもちょっと思い切りが良すぎて、で、あのもちろんその夫をね、あの引き逃げした一派 4,5 人のそのグループの人たちもおかしいんですけど、もちろんこのブラムという主人公の女性が多分一番頭おかしいっていうか、あの結婚する前、警察官の夫と結婚する前もその養父母を溺れ溺死に追い込んでたりとかあのするんで、もうそもそも頭おかしいっていうかね。でその養父母、養父になんかその無理やりその葬儀場のそのなんていうんですか、死に化粧というかね、ご遺体をこう処理きれいにあのこう整えるみたいな仕事を子供の頃から無理やり教え込まれて、やりたくない怖いとか言っても教え込まれてて、でちゃんとやらないとあの棺に閉じ込められるみたいな、ある種の虐待を受けてたんで、あのまあちょっとねおかしくなってしまったのかなっていうところあるんですが、あのそこはあのあれもあれ思い出しましたね、You 君が全てっていうあのアメリカのね、あのそれもシリーズ3ぐらいまでなってるんですけど、その主人公それは男性なんですけど、それも図書本の古本屋さんを営んでる男性のにところに養子になってるのが、でもそこで結構虐待受けたりとかしてて、でどんどんストーカーみたいな、なんかそのトラウマのせいか分かんないですけど、どんどんストーカー気質になっちゃうって話なんですけど、ストーカー気質からまあ人を殺害してしまうみたいな話なんですけど、ちょっと それを思い出したりしましたね、はい。あとそうで、だからその主人公もおかしいし、主人公と一緒に働いてる男性がいるんですけど、それも元軍人なのかな、でちょっとその戦場で人を撃ったりとかしたことがあるみたいな、ちょっと PTSD で苦しんでますみたいな男性も手伝うし、女性一人でね大男運べないから、だから比較的ちょっと頭のおかしい人ばかりがあの主要キャストとして出てくるんで、そこもなんかあんまり見たことないなと思って、はい、っていう感じで、とにかくあの主人公の女性もね気が強いです、はい。でこれねやっぱね、あのフィルマークスの評価を見ると 3.3 っていうね、全然振るってないんですけど、私的には結構楽しいんだなっていう、はい、はちゃめちゃな話、絶対この人いくらなんでももう4回5回は死んでるだろっていう感じなんですけど、なんとか生き延びて、あの足太もも刺されたりとかしながらあの頑張ってます、はい。だからなんかあのはちゃめちゃな話が好きな方はぜひあの見てみてください、はい。ということでまた何かあったらあげたいと思います。終わりです。